ラスコー洞窟の壁画洞窟の平面図ラスコー洞窟はフランスの西南部ドルドーニュ県ベゼール渓谷のモンティニャックの南東の丘の上に位置する洞窟である。戦士時代の洞窟壁画で有名である。ラスコー洞窟の壁画はアルタミラ洞窟壁画と並ぶ戦士時代の美術作品である。これは1940年9月12日。 モンティニャック村の少年が穴に落ちた飼い犬を友達3人と救出した際に発見された。洞窟の全長は200メートル程度。地下に長く伸びる洞窟は枝分かれし、壁画が集中している。大空間などがいくつかある。洞窟の側面と天井面には数百の馬、ヤギ、羊、ヤギュ鹿、カモシカ、人間、気化学模様の災画、国線が 顔料を吹き付けて刻印した人間の手形が500点もあった。これらは2万年前の後期旧石器時代の黒ョン人によって描かれていた。炭酸カルシウム形成が壁画の保存効果を高めた天然のフレスコ画ということができる。材料として赤土、木炭を重視、地樹液で溶かして混ぜ、黒、赤、木、茶、褐色の顔料を作っていた。 顔料はくぼんだ石しに貯蔵して、苔、動物の毛、木の枝をブラシ代わりに、または指を使いながら、壁画を塗って描いたと考えられる。この壁画には、古い絵の上に、新しい絵が重ねて描いてある。絵画の空間としてはあまり意識せずに描いてある。無数の壁画があるうちの一つ、黒い牛の絵の角に遠近法が用いられている。手前の角が長く描かれ、奥の角は、 手前の角より短く描かれている。その他の人、動物にも遠近法が用いられている。ラスコー洞窟の入り口1948年7月14日、洞窟は一般公開された。かつては大勢の観客を洞窟内に受け入れていたが、観客の白に酸化炭素により壁画が急速に劣化したため、1963年以降から、 壁画の外傷と損傷を防ぐため、洞窟は閉鎖された。現在は、壁画修復が進む一方、1日に数名の研究者らに応募させ入場、鑑賞させているほかは、ラスコーの壁画は1963年4月20日に非公開とされている。オリジナルの洞窟の近くに、レプリカの洞窟、ラスコー2が1983年に作られており、こちらは、 一般見学が可能である。この他、遠隔地での展示が可能なラスコー3が作られている。さらには2016年12月には新たなレプリカ洞窟、ラスコー4がオープンした。ありがとうございます。